はい皆さんこんにちははいこの度リーガルマスター関西講座完全解明講座これのですね講義編および演習編を担当することになりましたレック専任講師の荒川修一と申します初めましてよろしくお願いします。 はい、えー、ということでこの今申し上げました、まあ、短く言うとリーガルマスター講座なんですが、まあ、この度、えー、この講義編および演習編を、まあ、あのリニューアルしましたので、まあ、その概要について少しまあ皆さん情報をお持ちでないでしょうから、まあ、お伝えしたいと思いまして、まあ、この映像を出させていただいております。まあ、短いい時間ででですすけれれども、まあ、特徴をおお伝えできればと思いま,すのでおこのまままののこ お聞きいただければと思います、えー。ということで少し画面の方を見ていただければと思うんですが、まあ、ポイントままとめてきました、まあ、2つほどポイントがありますけれどもこの「リーガルマスター講座ここが変わった」ということで、まあ、主に講義編の内容になりますがまず1つ目です。こちら まあ主要要件事実の一覧表というようなものをまあちょっと用意して知識を横断的に整理していただくこちらをね少しまず予定をしております。まあ、どういったものかといいますとまあ具体的には少しお見せしたいと思うんですけれども例えば賃貸借契約書もうちょっと大きくしましょうかね賃貸借契約に絡む内容だとしますとまあそもそも 訴訟物として何があるかであるとか付帯請求何がなされるかそしてどんな答弁がなされるかなんていうのを皆さんと一緒に学習をしていくことになるんですけれどもそれがどうしてもテキストにもしっかり記載はあるんですがもうちょっとこう引いた形で大きく捉えて この訴訟物に対してどういう請求原因が必要なのかそしてそれにはどんな抗弁が、まあ、いろんなパターンがありますから考えられるのかというようなことをある程度こう一覧形式にしましてもう一回ご覧いただきますと、まあ、例えば「まあ、あの賃料請求をしましょうね」なんていうお話であればそれに関する要件事実が横に並んでいたり。 付帯請求になるようなものが並んでいたり抗弁としてはどんな抗弁が考えられますそれぞれの要件事実は何ですというような形で、まあ、ざっと要件とね、まあ、その答弁なりその後の主張立証の、えー、繰り返されるところを俯瞰できるような感じの資料をお付けしたとこれが今回のリニューアルポイントの1つ目になります。 まあですから、まあ、の講義を聞いていただきつつ参考にこのような情報もお見せしていく形にはなるんですけれども、まあ、これを見ていただくことで、まあ、うまくテキストと両方を使って整理をしていただくことで、まあ、皆さんの、えー、よりこう理解というか後々どういった知識を使って問題を解いていけばいいかというところに対する、まあ、あの一助になるのではないかなと思っております。そしししてててももう一つつポポイインントトがありまままた少し見ていた少見いだきますけれど二目のポイントは ま、ポイント2ということなんですが。まあ、司法書士法及び司法書士倫理に関する知識をテキストに大幅に追加したというところがあります。まあ、皆さんもご存知だとは思うんです。けれども、まあ、この関西コース、まあま認定考査。 満点あるんですがそのうちの大体20点近く3割近くをこの今見ていただいた司法書士法であったり司法書士倫理の検討をするという問題がその配点,を踏まえ配点を持っているということになります。ですから、まあ、確から確に司法法書士法の学習は 本試験司、ね、法書士試験でも勉強しているところではありますから少しこう手を抜いてしまうというか何、まあ、とかなるだろうというような思いに駆られることもあるんですが実際は意外とあの対策が難しいやっぱり事例が出てきてその事例に対する見解を求められる、まあ、あの答えをね 文章で書いていくというようなシーンがありますから、まあ、その対策はある程度、まあ、の知識をもう一回思い出すという意味合いでいいとは思うんですが、えー、進めておく必要があろうと思いますですから例えばこの講義ではテキストの一部を写しておきますけれども、まあ、少し事例形式のような形で最終的に少し知識は確認するもののじゃあということで例えば 簡易裁判所以外の裁判所に関する手続きであっても司法書士が代理することができるのかなんていうお題に対してまあその解説等々を入れていくことでもしこんな問題がそのまま皆さんの認定講座の時に出た場合はどういう答えを理論構成をしていけばいいかなんていうのを最終的には事例を通して答えを作っていくような形の講義形式を考えております。 まあですからこのポイントの2つ目ということで司法書士法司法書士倫理に関する知識も皆さんと一緒にこう改めて確認することでまあより点数の取れ具合が高くなっていくだろうということを考えております。 まあいわゆる要件事実論に関しましても、まあ、テキスト自体がしっかり作られていますので、まあ、そのテキストを中心に、まあ、どちらかというと点数をしっかり取るためにはどんなポイントに気をつけなければいけないであるとか、まあ、どちらかというと理論的なところよりは まあ結果的に認定考査合格のために皆さんがどこを押さえておくべきだというところここにポイントを置いてお話をしていっております。まあ、ですのでまあ変わったポイントとしてまあその一覧表というのを別冊でご用意しているあとは 司法・書士法司法書士倫理に関するところも記載をだいぶ増やしてあるというところがポイントにはなりますが、まあ、皆さんの認定講座対策の一助になるように、まあ、スタッフと一緒にしっかり作ったものですのでご興味がある方は、えー、検討いただきましてまたその講義の中で皆さんとお会,お会いできることを楽しみにしております。それれででではこのののたたりで、えー、リーーガルマスター講座のご説明の方を終了いししますどうもお疲れ様でした